はい、皆さんこんにちは。今日はね、ちょっとキャンバー漬けをやっていきたいなと思います。今日は、サワラの子供ですね、このサボシでやっていきたいと思います。ただね、今日のこの南蛮漬けのこの合わせ酢でいきますとね、どんな魚でも、美味しく対応できるんじゃないかなと思います。どんな魚でも美味しくできる南蛮漬け、ちょっと今日はやっていきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。まずですね、これね、あのサワラなんですけど、まあ、あの食べやすい大きさに切りましょうかね。これをね、もうサゴシですね、今日のはサゴシ、ね、サワラじゃなくてサゴシですね。はい、ね、ご家族でもう子供さんも一緒に食べていただけれるようにね、もうあの食べやすい大きさにちょっとこう切っていきましょう。あんまり大きくねしちゃうと食べにくいね。でこれをですね、後に油で揚げていくんですけど、この油で揚げる前にですね、片栗粉を打っていきたいと思います。片栗粉を、ね、こういう感じで打っていきますね。この片栗粉もね、あまりこの場合はつけすぎないでいいです。もうあの表面がね、軽くこう白くなる程度でいいです。これで粉が出ました。はい、ここからちょっとあの油で揚げていく作業になります。はい、ではちょっと油で揚げていきたいと思いますね。片栗粉で打ち粉したサゴシですね。油の温度は175から180度ぐらいですね。この場合はね、カラッと揚げていきたいですね。はい、だいぶ上がってきましたね。これ文字通りね、上がってきたら上がってくるんですよ、材料が表面にね。上がってない時はこう下の方でこちょこちょなっとるんですけどね。でこの泡がね、だんだんとこう変わってくるんですよ、最初の方の泡と。最初はね、細かい泡がね、こうみち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 とこう出てるんですけどね。でそれがね、だんだんとね、なんか大きい泡にね変わってくるんですよね。これあの水分とかそのいろんなものですから、泡が出てこないということは上がってきたということですよね。でもうこの音も変わってきますね。はい、ちょっともういいかなという順にちょっと上げていきましょうかね。先ほど私ちょっともったいぶってね、あのコツがあるんですと、後ほど申し上げますみたいなこと言ってたんですけど、こっからのこれがいわゆる僕の中でのコツやと思ってます。これを南蛮漬けの酢にですね、つけるんです、後ほどね。だけどこのまま酢と合わせちゃうと油っぽいんです。でこれをですね、
いわゆる油抜きと呼ばれる作業をするんです。この調理工程を挟むのと挟まないのとでは、全然違うんだということなんですね。このお湯をねかけます。かけて油抜きをします。ということなんですね。余計なね、水分というかこのお湯ねが切れるまでちょっとこのままこれはこれで置いておきたいと思います。で今からその南蛮漬けの酢ですね、合わせ酢をその間にちょっと作っていきたいなと思います。だしを4杯、1、2、3、4杯、みりんが1杯、薄口醤油が1杯、そしてお酢、酢が1杯ですね。このお砂糖もうほんとね、もう 0.2 ぐらいです、数字で言うとね。はい、これを火にかけます。そしてこれ赤唐辛子、鷹の爪ですね。これね、このよいしょ、取って中の種をちょっと弾いてほしいですね。中の種は出します。でこれを入れますね。だんだん沸いてきますので、はい、沸いてきたところで火を止めます。先ほどのこのサゴシね、サワラ、これ油抜きがもうできましたね。だからこういったようなちょっとこう容器にですね移しますね。そしてこれ白ネギをこれあらかじめ、ちょっと、軽く焼いたものですね。これを一緒に入れていきます。これあらかじめちょっと水で、今水につけてね、軽くちょっと少し洗ったものです。今日はこれ針生姜を入れさせてもらいました。はいはい。でここにですね、先ほどのこの合わせ酢、これもね、今さっき沸いたとこじゃないですか、温かいまんまをね、この、油抜きが済んだこの魚にね合わせた方が味が、染みていいと思います。はい、ですのでこのあったかいまんまを入れていきましょう。これね、はい、こういうことですね。はい、そしたらちょっと試食させていただきたいと思います。あっさりしてるんです。さっぱりしてるんです。お酒のあてにぴったりだと思います。美味しいです。